9月13日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。今日から1週間戦況図の更新が止まるらしいので、今日は昨日の戦況図を使いますが、明日からは予定より早いですが試験的に独自戦況図を導入したいと思います。まずは注目したい事柄です。ロシア軍司令部は新たに編成された部隊のウクライナへの派遣を一時的に中止する命令を出しました。理由はどうやら新たに編成された志願兵の中でウクライナでの戦況の悪化とそれを招いたロシア軍上級司令部への不満が蔓延し、ウクライナへの派遣を拒否する者が続出しているためです。戦況の悪化に伴いロシア領土内に移送される負傷兵の数も急増しており、その負傷兵に対する扱いもかなり悪いようで、それが SNS などで拡散しており、兵士たちの不安と不満が高まっているようです。ハルキウ方面でのウクライナ軍の反撃によりロシアが被ったであろう損害の最初の集計数字が出たようです。戦車86両、装甲戦闘車両158両、砲兵システム106両、車両159両、UAV35 およびその手の装備46ユニットとなっています。これはフォーブスが報じている内容となり、フォーブスが何をもとに算出したのか詳細不明ですが、どうやら解放されたハルキウ各地の情報を何らかの手段で調べて集計しているようです。このロシアの損害のうち、どれくらいがウクライナ軍で再利用可能なのかは今のところ不明です。キーウでの戦いで大敗北を喫した時のロシア軍は十分な予備兵力があり、その後東部で大攻勢をかけましたが、今回のハルキウでの大敗北ではロシア軍に十分な予備兵力はなく、もはや地域を限定して大攻勢を行う力もないと思われます。今バクムットやドネツクで行われている小規模な攻撃の繰り返し程度はできるでしょうが、5月から始まった東部での大攻勢のようなことは不可能です。可能になるとすれば北朝鮮などの他国の軍隊を受け入れて軍を再編することでしょうが、負け戦に簡単に参加しないでしょう。驚くほどの見返りが必要となります。ロシア軍は弱体ぶりをウクライナ軍に見抜かれたので、ウクライナ軍は畳みかけて反撃を加速させるでしょう。すでにスラビャンスクの北側にあるドネツク州北部、ルハンシク州、ドネツク州のドネツク市近辺など各地でウクライナ軍の反撃が始まっています。ロシア軍は残り少ない兵力を効果的に再配置して防御体制を敷くべきでしょうが、ロシア軍の首脳部は無能すぎてそこまで考えが回っていないようです。ドネツクとルハンシクに分散配置されたロシア軍は、括弧にウクライナ軍に潰されていくでしょう。ウクライナ情勢ではありませんが、ロシア絡みなのでお伝えしておきます。12日の夜からアゼルバイジャンがアルメニア国境で砲撃を行っており、アルメニアとそれを支援するロシア軍は警戒態勢を上げました。アルメニアはロシアの同盟国であり、平和維持という名目でロシア軍はアルメニアに駐留しています。アゼルバイジャンはロシアがウクライナで大敗したことを受けて今がチャンスと思った可能性が高いです。大規模な砲撃の後に地上部隊が侵攻する可能性もあります。それでは各地域別の戦況です。
東部スラビャンスク方面北北西側。本日からスラビャンスク方面北北西側から地域別戦況をご報告します。ウクライナ軍の快進撃による領土奪還で戦域が大きく変わりました。イジュームから敗走したロシア軍を追うようにウクライナ軍がオスキルの橋を奪還して東に前進中との情報もあり、ウクライナ軍の反撃は止まっていません。弱体化ロシア軍に対して畳みかけている可能性が高いです。ウクライナ軍は複数箇所でドネツ川の渡河に成功しており、ドネツク州の北部とルハンシク州奪還に向けて前進を続けている模様です。スラビャンスクの北側にあるスベトヒルスクですが、ウクライナ軍が奪還しました。ウクライナ軍国境警備隊が SNS を通じてスベトヒルスク市街での画像とともに公表しました。写真ではスベトヒルスク市内の建物にウクライナ国旗が掲げられています。スベトヒルスクの象徴でもある修道院近くで撮影された画像もアップされています。先日からスベトヒルスクで戦闘が起きている模様でしたが、詳細が分からず確認も取れなかったのでパルチザンの可能性もあるとしていましたが、どうやらウクライナ軍はドネツ川を渡河して反撃していた模様です。リマンでは戦闘が続いており、リマン市街の北側に押しやられたロシア軍をウクライナ軍は南と東側から攻撃しており、早ければ13日、つまり今日にも陥落する可能性が高いです。東部スラビャンスク方面東側。ウクライナ軍はルハンシク方向に対しても反撃を行っている模様で、ビロホリフカからリシチャンスク方向とリシチャンスク北西のプリビリア方向に加え、ウクライナ軍はフリホリフカで渡河作戦を実施し、ドネツ川を越えて北に前進を始め、クリミナに向かっています。リシチャンスク近郊では戦闘が起きているのが確認されており、ウクライナ軍はこの地域でも反撃に出ています。ウクライナ軍はフリホリフカ付近で渡河し、フリホリフカの対岸には橋頭保を築いており、北上してクリミナ方向に進撃している模様です。ウクライナ軍はルハンスク州でも反撃に出ています。セベロドネツクとルビジュネ、クリミナではパルチザンが蜂起しており、それらの都市に向かってウクライナ軍が進んでいる可能性が高いです。東部バクムット方面東側。ソルダーシへのロシア軍の攻撃は続いていますが、一向に前進できず、攻撃回数も減っており、ロシア軍の攻撃は明らかに弱ってきているようです。ハルキウでの大敗北やヘルソンでの大苦戦が兵士たちにも伝わっているでしょうから、士気は下がる一方なので、攻撃も手抜きとなるのは仕方ないのかもしれません。バクムットへポクロフスクからの攻撃は12日も継続されましたが、やはり交差点付近から前進することはできず、結局ロシア軍は攻撃開始位置まで撤退しています。東部バクムット方面南側。ロシア軍は12日もコデマの南を抜けて西側のミコライフカ・ドゥルハに攻撃を行っておりますが、バクムツ川沿いに構築されているウクライナ軍の陣地により阻まれ撃退されています。マヨルスクに対してロシア軍は12日も攻撃を行いました。しかしいつも通り攻撃は失敗に終わり、ロシア軍は損失を出し撤退しています。
東部ドネツク方面北側。ウクライナ軍はこの方面でも反撃の準備を進めており、マリンカに対して2個大隊を増援として送った模様です。マリンカはドネツク奪還時にはドネツクの南側からドネツク市を包囲するための軸になると思われます。ロシア軍はアウディーウカの北にあるクラスノホリフカに対してノボサリフカダルハの方向から攻撃を仕掛けましたが、地方道を越えたところでウクライナ軍の陣地に阻まれ、損害を出した上撤退しています。市街には届きませんでした。この方面でもロシア軍の攻勢はかなり弱っており、ウクライナ軍が反撃に出るような素振りを見せており、ロシア軍は守りを固め始めた可能性があります。東部ドネツク方面南側、ザボリージャ東側含む。ロシア軍は11日に引き続き12日もマリンカの南にあるノボミハイリフカに対して東の方向から攻撃を行っていますが、この攻撃も成功せず、ウクライナ軍砲兵の激しい砲撃もあり、大きな損失を出して撤退しています。ロシア側の情報によれば、ウクライナ軍はノボミハイリフカの東側に攻勢を仕掛けており、ロシア側が引けばウクライナ軍が押してくるという状態になっている模様です。南部ザボリージャ方面西側。前線での戦況について情報は入っていませんが、メルトポリ、マリウポリではパルチザンが激しく抵抗活動を行っている模様で、爆発や発砲などが相次いでいます。南部ヘルソン方面南側および中央。ウクライナ軍ドミトロ・マルチェンコ少将は、南部ヘルソン方面では7月の反撃開始以来13の拠点を奪還しており、過去2週間でロシア兵1800名以上を戦死させ、150を超える兵站、指揮所、兵営などを攻撃し、主力戦車122両、500両以上の装甲車、装甲戦闘車、134の砲兵システム、20両の自走砲を無力化したとテレビ局のインタビューで答えています。この数字をもとに、負傷者を戦死者の3倍と見積もると、5400名が負傷していることとなり、戦死者と合わせるとヘルソン方面のロシア軍は7000名以上を失っている計算となります。ヘルソン方面には2万から2万5千のロシア兵が駐留していたとされていますので、2万5千と想定しても総兵力の4分の1以上、3分の1近くがこの2週間で失われたことになり、かなり厳しい状況であるのは間違いないでしょう。また、ウクライナ南部作戦司令部の広報担当官であるナタリア・フメニュークは、9月12日、ヘルソン州のドニプロ川右岸に位置するロシア軍が、国際法の下で降伏交渉を試みていると述べており、ハルキウでの大敗北が南部ヘルソンのロシア軍に大きな失望をもたらしており、戦意を下げている可能性が高いです。キセリフカではロシア軍がヘルソン市方向に撤退したという情報がありますが、衛星写真を分析した ISW によると、4両の戦車を除いて移動しており、ロシア軍はキセリフカの陣地を放棄した可能性が高いです。キセリフカはヘルソン北側防衛線の極めて重要な拠点です。ここを突破しないと、高速 M14 号線を使ってヘルソンに進撃するのは難しいです。キセリフカからロシア軍が撤退したことは、この地域のロシア軍が戦う意思をなくしつつあることの表れかもしれません。
ヘルソン市の西側でウクライナ軍が前進しています。キスリフカの西 9km にあるミロリュビフカをウクライナ軍が奪還した模様です。ヘルソン市の西側と北側でウクライナ軍は反撃作戦を続行しています。共闘補付近北側での戦況については本日は情報がありません。ヘルソン方面のロシア軍に近く大きな動きがある可能性が高く、全面降伏ということもあり得るかもしれません。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。